なんか太田博美さんって、僕ら世代、昭和世代だったら木綿のハンカチーフとかねでヒットした、ね、方ですよね。その人が大変な状況になっていると、所属レコード会社の公式サイトでファンのメッセージを綴って今年いっぱい治療に専念。今年いっぱいじゃ結構長いですよね。まだだって今年になって半年経ってないですよね。太田博美は先日より体調を崩し医師の、診察を受けたところ入院過量が必要との判断で診断でございました。6月に予定していたコンサートの支援を見合わせた。本人は体調回復を優先し療養に努めています。復帰まで温かく見守っていただければ幸いですと来たんですが、太田博美ファンの皆様へと題し近況を報告で全文が載ってある。コメント全部まず読みます。ファンの皆様へご心配をおかけしています。太田博美です。たくさんのお気遣い励ましのお言葉本当にありがとうございます。これすごいですよ。地獄の釜の蓋に足を引っ掛けて危うく中に落ちそうになりましたが、奇跡的なタイミングの良さで林元博先生と丸山隆先生という2人の名医に出会い、切らずに治す最先端の脳治療システム、ZAPX によって作っていただきました。おかげさまでまだ生きています。脳なんですかこれ。すでに入院生活も長くなっておりましたが覚悟を決めて今年いっぱい周りの人たちに助けてもらいながら治療に専念することにしました。今年11月1日で50周年を迎えます。それを記念する活動には来年年明けから温めて笑顔で勤められるよう今はしっかりと療養に努めたいと思います。ところで SNS で私のことをコロナワクチンのせいで癌になったなどとおっしゃっている方がいるようですが、実は私はコロナワクチンは一度も受けておりませんし、これまでコロナに患ったことは一度もありません。事実と反することが伝わってくるのはとても悲しいのでやめていただきたいです。そんなわけでしばらく皆様とお会いできませんが、日々着実に解放に向かっておりますのでどうか安心ください。よろしくお願いします。要は一部でまたターボ関節が出たってことですね。コロナのせいで最近多いですよね。そういうのがね、ワクチンのせいでターボガンがなるって、ちょっと前だと中井さんとかそうですよね。ああいう元気そうだった人が急になんか病気になったりとかするとターボガンかと。例えばあとは神田正輝さんなんかもそれ言われてましたけどね。だからはっきりさせない人、病名をはっきりさせないとワクチンのせいだろう、ターボガンだろうっていうのを最近はよく言われる、陰謀論的なのでよく言われるってことなんですが、太田博美さんはそれをしっかりと否定した。いや違いますよ、なぜなら私はコロナワクチンは一度も打ってない。それはそれ僕衝撃なんですけど、ワクチン打ってないってすごいなって思いました。ただ僕は今ちょっとこれは一つ、なんでワクチン打ってないのかっていうところなんだけど、太田博美さんはがんを患って、その前からがんを患ってたんですよね。確か5年前に乳がんになったんですよね。2019年の時ですね。2019年に乳がんが見つかった。健康に気をつけてたんだけどもショックを受けたと。でそれが大変だった。内視鏡手術だったため手術自体はさほどダメージはなかったが、その後の抗がん剤がかなりひどかったと。吐き気、髪の毛が抜けるのは当たり前、まつげ、眉毛、まつげまで抜けてしまいショックを隠しきれない様子だ。トリプルネガティブっていうんですね、そういうのね。強い副作用に悩まされながらも太田博美は、抗がん剤に頼るしかなかった。長期間に及ぶ抗がん剤治療を乗り越え放射線治療を経て2020年4月に治療が全て完了を、以降経過観察となり3ヶ月に1度の検査を続けてきた。ストレスためない生活をし犬の散歩がてらウォーキングを日課にしてまいりました。もちろん歌手としての活動のために常にマスクをし喉を乾燥から守り力強い歌声のために腹筋も欠かさず続けていた。ああなるほど、常にがんが判明してから5年が経過、2024年だからそうなのか。治療完了から間もなく5年目に入ろうとしていた矢先ですね。時間が経つにつれて太田さんは寛解の光が見えて始めていました。そこに来て今回の体調不良ですからね、3月頃からうまく路列が回らず歌うことが困難になっていたそうです。そのため今回のコンサートへの出演を見送らざるを得なくなった。落胆は大きかったと思います。どれだけ気をつけても再発リスクがゼロにならない。年齢を重ねるうちにがんとは異なる不調が見つかることもあるわけです。ある程度の覚悟というか心構えができてと言います。だからこそ再びの試練をまた乗り越えてくれるのでしょうと、そういう話なんで、確かにそういう大病した人はね、ワクチンは
打たないですよね。志村さんの場合はコロナになってすぐだったんです。コロナが流行ってすぐ亡くなってるんですけど、あの方は、まあ、志村けんさんの場合はそのワクチンがね世の中にできる前にかかってしまったんですよね。なんかそういう大きい病気、特にがんとかなんかそういう人は危険だからワクチンを打たないっていう話はよくその当時は言ってたし、あとそれだけ大病した人っていうのは逆に絶対にかかっちゃいけない、コロナになったら危険だっていう話を、で、まあよっぽどまだ太田裕美さんもすごい気をつけてたんじゃないですかとは思いますよね、この感じだとね。 なのでかからなかったんじゃないかな、かかったらもう終わりだっていう感じで、太田裕美さんが言ってるようにターボ関節はないよということだけど、ワクチンによるターボガンではないけど、そもそもがもともと太田さんはがん患者で、もうちょっとで完璧に治るっていうところをで、また新たな、これは何だろう、これ病名ははっきりはおっしゃってませんが、転移したのかそれとも別な病気なのかちょっと分かりませんが、なので、ワクチンとは関係ないよという話をおっしゃってるそうですよね。まあ大変ですよ、人間年を取ってくるとね。太田裕美さんなんて若い頃なんですかね、アイドルとニューミュージックの中間ぐらいな感じの方でしたよね。アイドル的な番組にもよく出てたけど、とても歌がうまい。そして歌自体が、まあ木綿のハンカチーフもそうだけど、プテンバーレイン9月の雨とかも言ってましたよね。あとさらばシベリア鉄道、大竹栄一さんの曲も歌ってたし、ちょっとなんかね、アイドル、まあでも昔はそういう人多かったですよね。アイドル的な感じではあるんだけども、ミュージシャンみたいな、なんか、いましたね。まあ、なんだろうな。今流行ってる松原美樹なんかもそうなんですかね。まあ、亡くなっちゃいましたけどね、あの人もね。あと、ショーの真夜なんかもそうだったのかな。まあ、とにかく、無事に直してほしいなと思ったりいたします。